赤壁の勝利で勢いづいた劉備は慶州と益州を手に入れ三国鼎立を実現する。赤壁で共闘した呉が戦果として慶州を要求してきたが、諸葛亮が策を講じたため慶州は蜀の支配下として保たれていた。蜀の態度に呉を煮やした呉はついに慶州奪還の兵を動かす。慶州を守る関羽と天下の要衝を失うわけにはいかない。赤壁の戦いの後に祝言を挙げた諸葛亮と月英は夫婦揃って慶州へと向かう。諸葛亮様、ご無事ですか？月井殿。ええ、私は大丈夫です。孔明様、危ない！孔明様などと、失礼いたしました。構いませんよ。月英。では参りましょう、孔明様。
Yeah!
さながらご助勢しますぞ。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。この働き見事というほかない。